はい、今回は危険不段について解説をしていきたいと思いますい。まずちょっと例題を使って説明をした方が分かりやすいと思うので、ちょっと例題を使って説明をさせてもらいます。A 所有の建物につき AB 間で売買契約を締結した。で1ヶ月後、代金全額の支払いと引き換えに、今その建物、A 所有の建物を B に引き渡すという特約がされていた。この例題で考えていきたいと思います。 AB 間で売買契約が成立するというのは AB 間の意思の合致、お互いの意思の合致があってまあ売買契約が成立すると。そうした場合に売り主の A は買い主 B に建物を引き渡す債務を負うと。この場合の債務者は売り主の A で、債権者は買い主の B になります。また逆に買い主である B は売り主 A に対して売買代金を支払う債務を負います。この代金支払い債務の債務者は買い主 B で、 債権者が売り主 A になりますこのように売買契約が成立すると、売り主・買い主 A、B 双方が債務を負うと。こういう契約のことを総務契約というような言い方をします。ですから、宅建試験で総務契約というのが出てくれば、双方が債務を負うという契約であって、売買契約を思い浮かべていただければいいかと思います。で、危険負担の問題ですが、民法改正が あったところになります改正前のところはもう覚えなくていいので、えー、解説はしませんが、このような場合、AB 間の売買契約、まあ、総務契約に基づいて発生する債務がある、その債務のうち、A の、売り主 A の建物を B に引き渡す債務が引き渡す、引き渡し前に、まあ、地震でよる、えー、海で立候不能になったと。要するに、債務者の責任でない理由で立候補不能になった場合に、 債権者 B の代金を支払うというのはどうなるのかというのが危険負担の問題になります。ここ、民法改正によって、買い主 B は売買代金の支払いを拒絶することができるというふうになりました。そして、契約の解除をするには、民法改正によって債務者の責任の有無は関係がなくなったので、買い主である B、債権者で B は、 契約を解除して、この支払い債務というのを消滅させることもできるということになります。以上で、危険負担の問題の回答になるんですが、まとめとして、もう少し分かりやすく説明すると、これが建物引き渡しの履行不能が債務者 A に、売り主 A に責任がある場合は、これは債務不履行の問題になります。 債務者の責めに期すべき利口不能で債務不履行の問題になります。ですから、債務者に責任がある場合は、危険負担の問題ではありません。逆に、債権者 B、債権者 B の責任で建物を引き渡す債務が利口不能になったという場合には、もちろん債権者 B は支払いを拒絶ということができません。そしてまた、債権者 B から契約を解除することもできません。 ですから、債権者 B に責任がある場合も、これは危険負担の問題ではないです。では、債務者 A、債務者 B、両方に責任がない場合、これが危険負担の問題になります。危険負担の問題になって、債権者 B は代金の支払いを拒絶することができるということになります。以上で、危険負担の解説は終了いたします。どうもありがとうございました。